シュパーフ出発。おい。ん？見てみろ。何？あ！町が沈んでる。千年以上前の機械の町だ。川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて、川の底に沈んでしまったそうよ。まあ、いい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや、違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。でもさ、結構機械使ってるだろ。スタジアムとか。そうだよな。ジーンがね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可ってね。どんな機械がダメなんだ。二編セッションで見ただろう。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくて、スピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ。突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。なあ、きついな。でも機械が悪いわけじゃないだろ。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわっ、なんか変だよ。座っていろ。はい。アルベドだ。怪我はない？大丈夫。まったく、アルベドのやつらめ。大丈夫かな。すいませんでした。もう大丈夫です。言うな。あ、はい。シュパーフ出発進行。アルベドめ、なんだってんだ。ルカデのことと関係あんのか。あいつらユーナを襲ってどうする気だ。あ、試合に負けた腹いせか。は？二編セッション失敗の腹いせか。どうかしら。キマリの知り合いが言ってたでしょ、最近召喚師が消えるって。ああ、
ああ、それがアルベド族の仕業か。くそ、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって。アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろう。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃそうだけどよ。そうだね。死んでる？よっと。よっしゃっと。よっと。ああ、死ぬかと思った。あ、リュック。リュックだよな。おお、無事だったんだな。元気だったか？全然。顔色悪いな。なんかあったのか？君にやられたの。え？あ、さっきの機械。あの中にいたのか？さ、もうめちゃめちゃ痛かった。ひどいよね、もう。でもさ、そっちが襲ってきたんだろ？違う、深い事情があるんだよ。おい、知り合いか？あ、まあそんな感じ。どうも、リュックです。ほら、ユーナとルールにはルカで話したよな。ビサイドに流れ着く前に俺が世話になって、そりゃお前恩人だろ。会えてよかったよな。まったくエボンの賜物だ。で、リュック倒れてたみたいだけど怪我ないか？若、ちょっと待って。あ、なんだ？ちょっと話したいんだけど。おお、話すよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。アーロンさん、リュックを私のガードにしたいんですけど。顔を上げろ。え？顔を見せろ。あ、いいよ。目を開けろ。やはりな。ダメ？覚悟はいいのか？当たり前です。というわけで、いいんだよね？ユーナが望むなら。私はぜひ。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。そうだな、賑やかになっていいかもな。そうそう、じゃあ私は賑やか担当ってことで。不思議だった、ワッカはあんなにアルベド族が嫌いなのに。リュックがアルベド族だって気づかなかった。お待ちしておりました、ユーナ様。ようこそグアドサラムへ。ささ、ユーナ様、こちらへ。え、
の。何なんだあんた。これは失礼。私トアメル・グアドと申します。グアドの族長シーモア・グアドの身内の者でございます。シーモア様がユーナ様に大切なお話があるそうで。私にですか？どんなお話でしょう？ともあれ、まずはシーモア様のお屋敷へどうぞ。もちろん皆様も歓迎いたしますよ。なんか強引だよね。異界と現行中について語ってもいいですかな。異界とは異界送りで生まれた現行中が集まり、死者が生きていた頃の姿をとって現れる場所でしてな。なんとも不思議な現象ですが、仕組みはよく分かっておらんのですわ。アルベドの者たちはこう言いますな。異界を訪れた聖者の思いに現行中が反応しているだけだと。しかし異界に現れるのは死者のみ、聖者の姿は出てきやせんのです。この仕組みが分かっとりませんな。おそらく聖者の心には死者の思いが住み着いており、その思いが現行中の力を借りて姿を見せるのではないかと。いやいや、証拠などありゃせんのですがな。現行中といっても虫ではありゃせんのですわ。魔物を倒すと現れる光、あれのことですな。現行中はいろいろと不思議な現象を見せてくれます。過去の幻影、スフィア、魔物、すべて現行中の仕業ですわ。そうそう、召喚獣にも現行中が大きく関係しとるようです。あれは祈り子様たちの夢が召喚師の精神を通じて、そう、現実の世で形になったもの、そのように推理しとります。いやいや、証拠などありゃせんのですがな。まこれくらいですかな。歴代の族長ね、グアド族の。同じ顔だ。シーモア老師だけなんか違うよな。知らなかったの？シーモア老師は先代の族長ジスカル老師と人間の女性との間に生まれた子よ。ああ。どうぞこちらへ。シーモア様をお呼びしてまいります。しばしお待ちを。このグアドサラムには寺院がないでしょ。だから普通召喚士たちは通り過ぎるだけなのよ。へへへへ。何？いや、何も聞かなくても説明してくれるから。余計なお世話ってわけ。違う違う、俺が何も知らないことを分かってくれたんだなって思って、ザナルカンドから来たことを信じてくれたのかなってさ。まあね、私には知らないことがたくさんある。その中の一つにあんたのザナルカンドがある。そう考えれば納得できない話じゃないわ。でも気をつけて、私たち以外には言わない方がいいわね。うん、わかった。警戒を怠るなよ。なんで？エボンの偉い人の家だろ。力を持つと使わずにはいられない、そういう輩かもしれん。あんたさ、エボンの教えとか信じてないのか？俺もザナルカンド暮らしが長かったからな。ああ、
お客人を迎えるのは楽しいものです。ジスカル様が亡くなって以来、この屋敷は静かすぎました。ジスカル老師の死はスピラにとって大きな損失です。ジスカル老師ってそんなにすごいのか。グアド族にエボンの教えを広めたんだ。まったく惜しい方を亡くした。そう、まことに残念です。しかし我らには新たな指導者シーモア様がおられる。シーモア様はウアドと人の間に生まれたお方。必ずや二つの種族を結ぶ絆となってくださいます。いいえ、それだけではありません。シーモア様はこのスピラに生きるすべてのものの未来を照らす光となるでしょうな。それぐらいにしておけ、トアメル。あまり持ち上げられると居心地が悪い。ようこそ皆さん。あの、お話って。そう、結論を急がずにごゆるりと。言うのは先を急ぐ身だ。手短に済ませてもらいたい。失敬。久方ぶりに客人を迎えたので、つい。ユーナ殿、こちらへ。これは異界を漂う死者の思念から再現した貴重なスフィア。ザナルカンド。そう、ザナルカンド。およそ千年前の姿です。繁栄を極めた機械仕掛けの町ザナルカンド。彼女はここで暮らしました。彼女？ユーナレスカ様。歴史上初めてシンを倒し世界を救ったお方です。そしてあなたはその名を受け継いでいる。父がつけてくれたそうです。ブラスカ様はあなたに願いを託したのでしょう。ユーナレスカ様のごとくシンに立ち向かえと。しかしユーナレスカ様はお一人で世界を救ったのではありません。無敵のシンを倒したのは二つの心を固く結んだ、とはに変わらぬ愛の絆。
丈夫か？結婚を申し込まれました。マジっすか？おい、ユーナの使命を知っているはずだが。もちろん、ユーナ殿の、いや、召喚士の使命はスピラに平和と安定をもたらすこと。しかし、真を倒すことだけが全てではありますまい。真に苦しむ民の心を少しでも晴れやかに、それもまた民を導く者の務め。私はエボンの老師としてユーナ殿に結婚を申し込んだのです。スピラは劇場ではない。ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらん。それでも舞台に立つのが役者の務め。今すぐに答える必要はありません。どうかじっくり考えてください。そうさせてもらおう。出るぞ。ユーナ殿、良い返事をお待ちしています。何のためにとどまっているのです？これは失礼。我々グアドは異界の匂いに敏感なもので。大召喚士の娘ユーナとグアドの族長シーモア、その二人がエボンの名のもと種族の壁を越えて結婚か。確かにスピラにとって明るい話題になるわね。でもよ、ほんとひとときの夢って感じだよな。っていうかさ、早く旅の続き行かない？冗談きついっすよ。あー、やきもち？違うって。シンを倒すのが一番、それ以外は後回しだろ。余計なことに巻き込まれちまったよな。余計なことなのかな。マジっすか？私が結婚することでスピラ順の人たちが少しでも明るい気持ちになれたら、そんな風に役に立てたら、それも素敵だなって思うんだ。こういうことって今まで想像したことなかった。だからよく考えてから返事をしたいの。マジっすか？結婚して旅をやめちゃうのもありだと思うな。旅は続けるよ。シーモア様もきっと分かってくれると思うな。うん、そうだね。私召喚士だもの。シンを倒すって決めたんだから。ブラスカと同じようにな。それなら何を考える必要があるっすかって叫びたかった。私異界に行ってくる。異界で父さんに会って考えてみるね。そうね、気が済むまで考えなさい。うん。誰もユーナに聞かなかったのが不思議だった。シーモアのこと好きなのかって。質問っす。異界のことなんだけどさ、誰かが死んだら召喚士が異界送りするんだろ。で、死んじゃった人の魂は異界に行くんだよな。でさ、これから行くのがその異界。そこにはユーナの親父さんがいる。要するに死んじゃった人が住んでんのか。まだ変なこと考えてんだろね。ま、行けばわかるさ。どうして行かないんだ？異界は気に食わん。はは、怖いんだろ。未来の道を決めるために過去の力を借りる。異界とはそんな場所だ。ショーニアはさっさと行け。本当はさ、死人じゃなくて思い出に会いに行く場所なんだよ。会いたいって思う気持ちに原稿虫が反応するの。でね、原稿虫が人の形になる。
要するに幻ってわけ。ふーん。じゃあ行ってらっしゃい。あれ、お前行かないのか。思い出は心の中に。はあ、思い出は優しいから甘えちゃダメなの。なんだ？初めて来た異界のことよりユーナの気持ちが気になってた。ユーナの両親って仲良さそうでさ、そんなの見たらユーナの気持ちも結婚する方に傾くかもとかさ。よう、チャップ、すぐお前に会いに来るつもりだったけど、すまん、これからシャキッとすっから勘弁してくれ。ブリッツボールも引退したし、あとはガード一筋だ。お前になんとなく似てるやつが現れてな。そいつと一緒に旅をしてるうちに思った。お前もどこかで生きてるんじゃないかってな。でもやっぱりお前は異界の住人なんだよな。はっきり分かったよなあ。そっちはどうだ。なあ、さっき話したやつにな、お前の剣をやったんだ。いいよね。ああ。で、どう？決めたよ。そりゃよかった。で、どっち？10年前、父さんがシンを倒した時のこと思い出したのね。私はベベルにいたんだけど、街中が大騒ぎだった。みんな笑っていて、とっても楽しそうだった。シンを倒すのが一番の明るい話題だよね。あれもこれもなんて欲張っちゃダメだよね。じゃあ戻る？シーモアに返事するんだろ？その前にジェクトさん呼んでみない？え？大丈夫、きっと来ないから。思わないようにするのは思うのと同じことなわけで。ほら、来ない。親父は死んだからここには来ないってことか。きっとどこかで会えるんだよ。でも本当に親父が死んだったら、俺はユーナやスピラの人たちになんて謝れば。いや、どうして俺があいつの代わりに謝るんだよ。最低だな、親父。ねえ、どうしてそんなに嫌いなの？いちいち腹が立つんだよな、あいつ。あいつのせいで俺と母さんは。母さん出てきちゃった。綺麗な人だね。あれ、母さんは異界送りなんてされなかったのに。生きてる時から死を受け入れていたんだよ。ひどいなそれ。俺いたのにな。あ、ごめん。いいんだ。ああ、なんか俺分かっちゃった。何？
親父が嫌いな理由な。そんで俺ははっきり言ってやったんだ。本当？足りねえだろそうだけどお母さん、ちょっと待っててね。親父がいると母さんは俺の方を見てくれなかった。だから俺は親父が嫌いになっていったんだろうな。親父がいなくなってからさ、母さんはどんどん元気がなくなって。具合はどうだ？あんたには関係ないだろ。あの人に死なれては俺も困るのでな。母さんが死ぬって言うな悪かった。近所のおばさんが言ってた。つがいの鳥はどっちかが死んでしまうと残った一羽は後を追うように死んでしまうって。本当にそうなった。俺はますます親父を憎んだ。でも親父本当は。お母さん、ちょっと待っててね。言ってやれよ。またビースが鳴くぞ。なんか俺、めちゃくちゃカッコ悪いよな。そんなことないよ。カッコ悪い。どうだ、もうちょっと考えていくか。ううん、大丈夫。あんた、なんかあったの？お待たせしました。シーモア老師に返事をしに行きます。ジスカル様！ジスカル様！迷っているようだ。どうして？ユナ、送ってやれ。ジスカル様。もうジスカル様じゃない。早く送って差し上げなさい。話は後だ。ここを出るぞ。さっきのどういうことだ？なんでジスカル様が。ジスカル様ほどのお方が送られずに亡くなるなんて。異界送りされたのかもしれないわ。それでもスピラにとどまった。強い、とても強い思いに縛られていたらそういうこともあるらしいわ。反則だよねそれ。まともな死に方をしなかったということだな。私、シーモア様に会ってきますね。ユーナ、ジスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。あのさ。何？ユーナの結婚のことどう思った？旅を続けるならどちらでもよかったわ。それだけ？ユーナがシーモアを好きかどうかとかは？人はいろんな理由で結婚するわ。どういう意味？あの結婚にはそういう感情は必要ないってこと。シンを倒してスピラの人たちを幸せにしたい。明るいニュースでスピラの人たちを幸せにしたい。ユーナにとってはどっちも同じなのよ。必要なのは自分の覚悟。覚悟があれば感情はなんとかなるでしょう。そうかな。よくわからないっす。あのね、私だって
もしユーナが結婚するんだったら。あ、さっきの続き？そう、ユーナが結婚するなら好きな相手としてほしいわよ。だろ？でもユーナが好きな相手と結婚したいって言い出したら私は反対するわ。は？言ってること矛盾してるっすよ。分かってるわよ。あら、召喚師様はご一緒ではないんですか？ああ、シーモアの家に行ってるんだ。シーモア老師、またはシーモア様ですね。ああ、気をつけます。はい、それでいいです。あ、シーモア老師は先ほどご出立されましたよ。マジっすか？マカラーニャ寺院へ向かわれたようです。シーモア老師はあの寺院の総監長でもありますから。あ、みんなに教えてやらなくちゃ。ジスカル様、私にできることありますか？ユーナ、行くよ。シーモはマラカーニャ寺院へ行ったんだってさ。マカラーニャ寺院だ。そうそう。にしてもよ、いくら老子様でも何も言わないで行くなんてな。こんなに早く返事されるとは思ってなかったんだよ。あ、そうだな、きっと。ユーナ、何かあったのか？いいえ、何も。隠し事が下手だな。本当に何でもないんです。さあ、行きましょう。ああ、来ちゃったよ。どうやって進むんだここ。あちこちに飛来塔が立っているわ。雷は飛来塔が受け止めてくれるってわけね。飛来塔から離れすぎず近づきすぎず北へ進めだな。何もない広い場所は危険ってことよ。ちょっとだけクアドサラも戻る。短い付き合いだったな。あー、わかったよ、行くよ。お疲れ様です。どうも。そうそう、シーモア老師とユーナ様がご結婚なさると聞きました。素敵なお話ですよね。早くみんなに知らせたいです。誰から聞いた？クアド族からですよ。みんなとっても嬉しそうでした。それちょっと違うな。ユーナは断るつもりだから。本当ですか？がっかりしました。スピラ中が喜びと祝福に沸き返ったでしょうに。おお、近い近い。さっさと行くわよ。えいへい。どうした？へへへへへへってなんだよ、気持ち悪いな。やあ、あ、やだー、もうやだー、雷やだー。そこで休んでこう。ここの雷は止むことがない。急いで抜けた方がいい。知ってるけどさ、理屈じゃないんだよ。だってさ、どうする？
頼むよ。休んでこうよ。雷はダメなんだよ。休もうよ。ね、お願い。こんなに嫌だって言ってるのにさ。ひどい。ひどいよ。血も涙もないよ。もしかして楽しんでる？やむをえ、休むぞ。うるさくてかなわん。少し疲れました。お部屋はありますか？あ、召喚師様ですね。どうぞあちらを使ってください。ありがとうございます。おい、ユナらしくないわね。そんなに怖いのか？うん、子供の頃海で遊んでたら魔物に襲われたんだよ。一緒にいた兄貴が魔法で倒そうとしたけど。兄貴ったら慌てて私に魔法をぶつけてさ、サンダーの魔法でビャ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 って。うひゃー、あの時から雷ダメだ。でも有効な戦法ではあるわね。水中に現れる魔物は魔法攻撃に弱いから。あ、兄貴もそう言ってた。あんたたちも覚えたら。無理みたいね。これはこれは、皆さん、我が旅行講師にようこそ。おや？し、うん、アルベド語の勉強はいかがですか？それは素晴らしい。ではさらなる進歩のためにこの本を差し上げましょう。あの方、もしやアーロンさんでは？やはりそうですか。未変街道店でお見かけして以来気になっていたのですよ。アーロンさん、ご記憶にないでしょうか。あれは10年前、ブラスカ様の凪節の初めです。ああ、世話になったな。いえいえ、重傷を負われた方を放ってはおけません。それにしても、翌朝あなたの姿が消えていた時は驚かされました。常人ならば歩けないほどの傷でしたのに。悪いが、その話はやめてくれ。かしこまりました。あれ？さあ、別に用事はなくてさ。ごめん、まずかったよな。あのさ、今のってクワト族のジスカルだよな？遺言だったの。息子をよろしくだって。息子ってシーモアだろ？よろしくなんて言われても困るよな。ごめんね。あ？何してんだ。ユーナの様子が変だったからさ。マクタ、わかってるって。そのうち自分で言い出すって。それまで待ってやろうぜ。痛い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 、わかったわかった、マスから痛い。
かな。どうした？聞いてほしいことがあるの。ここで？もうすぐ終点でしょ。サクサク行っちゃおうよ。今話したいの。あそこで聞こう。嫌な予感だけは当たるんだよな。私結婚する。やっぱり。そう来たっすか。どうしてだ。気変わったのか。スピラのために、エボンのために、そうするのが一番いいと思いました。説明になっていない。もしかしてジスカル様のことが関係してるの？あのスピア見せろ。できません。まずシーモア老師と話さねばなりません。本当に申し訳ないのですが、これは個人的な問題です。水くせえな。好きにしろ。すみません。だが今一度聞く。あ、旅はやめません。ならばよかろう。ちょっと待てよアーロン。旅さえしてればあとはどうでもいいのかよ。その通りだ。真と戦う覚悟さえ捨てなければ何をしようと召喚士の自由だ。それは召喚士の権利だ。覚悟と引き換えのな。でもなんか、ユナ、一個だけ質問がある。シーモア老師と話すだけじゃダメなのか？結婚しねえとまずいってか？わからない。でも覚悟は必要なんだと思う。そうか。ユナ。うるさい。覚悟ばっかりさせてごめんね。いいの、大丈夫。何がごめんねで、何が大丈夫なのか、何が覚悟で、何が権利なのか、よくわからなかった。みんなと考えが離れてしまったような気がして、みんなと離れちゃったら、俺はこのスピラで、一人だ。自分が一人きりなのを感じるのは、辛かった。ともあれ、ひとまずはマカラーニャ寺院を目指す。ユーナはシーマーと会い、好きに話し合えばいい。俺たちガードはその結論を待ち、以降の旅の計画を考える。いいな。ユーナのことが気になるか。気にすんなってのが無理だよ。何するつもりなんだ。単純に考えれば、結婚を承諾することを材料にしてシーモアと交渉するつもりなんだろうな。何の交渉？さあな。一人で大丈夫かな。望み薄だな。シーモアの方が役者が上だ。分かってんならさ、何とかしない？
ユーナがそれを望んでいない。ああ、それもわからないんだよな。俺たち信用ないのか。逆だな。皆を巻き込まぬよう一人で解決しようと決意している。うん、そんな感じだ。でもそっちの方が心配するっつうの。話してくれるだけでいいのにさ。それができん娘なのだ。生真面目で思い込みが激しく甘えべただ。よく見てんな。ユーナは分かりやすい。はは、確かに。いつかガードの出番が来る。その時はお前が支えてやれ。遅い。悪い。俺は不思議と落ち着いていた。ユーナの結婚は俺が想像するようなあれやこれやの結婚じゃなくて、そう、旅を続けるためのちょっとした儀式みたいなもの、そういう風に考えられるようになってたからだと思う。まあ、なんていうか諦めの境地ってやつだったのかもしれないけどさ。行こっか、ユナ。ユナ様、無事のご到着何よりです。それからご婚約のことおめでとうございます。シームは老子の使いが迎えに来てるみたいですよ。マカラーニャ寺院へはあちらの道をお進みください。おーい。あんたたち、ドナを見かけなかったか。ドナ見てないっすよ。どうしたんだ。森に入ってからはぐれちまって。くそ、どこ行っちまったんだ。落ち着く。でもあいつにもしものことがあったら。取り乱して無駄口を叩いても何の解決にもならん。今はドナの無事を信じて全力で探すことだな。でもガードが取り乱していたら召喚士はどうする。そうですね、手伝いが必要か。いいえ、一人で大丈夫です。アーロンさん、ありがとうございます。どうした。ああ、元気出してって言おうと思っただけ。ちょっと待て、確かこの辺りだ。なんすか。見せたいものがある。でもアーロンさん。すぐに済む。ここって普通の水じゃないのか。スフィアの原料となる水だ。人の思いを封じ、とどめる力がある。なんだ。思いが集まる場所は魔物が生まれやすい。
分古いな。こりゃ中身消えてっかもな。10年前ジェクトが残したスピアだ。え？見てみろ。おおう。